Too many days in the darkness without a glimpse of the light.本日2019年9月9日で僕がジムに通い始めてちょうど1年が経ちます。ちょうど1年が経ったということで、今までに撮りためてきた僕の体の写真をスライドショーにしてみました。僕の体のビフォーアフターいかがだったでしょうか。僕自身去年の2018年9月9日以前はラーメンが大好きだったりスイーツが大好きだったりとか、運動は全くしないといった感じでとても低たらくな生活を続けてきていたんですけど、友人に誘われたっていうのがきっかけでジムに通うようになったんですけど、まあ、最初は元が取れるようにみたいな感覚で、まあ、週に2回3回っていうのを繰り返してたんですけど、そのうち、まあ、ジムに通うというか自分の体作りっていうものにどんどん熱中してきて、まあ、今では週に4回から5回ジムには通っています。でせっかくなんで最初にスライドショーで流した写真をいくつかピックアップして、その背景だったりとかを紹介していきたいと思います。まずは1枚目の写真になるんですけど、こちらですね。これが2018年9月9日のジムに通い始めた日初日です。見てお分かりの通りとても貧相な体をしていますね。これが初日で、この時の体重がですね66キロぐらいだったかと思います。でここから増量をしようと思っていっぱい食べました。最初の頃はそんなに食事には気を使ってなかったかもしれないです。半年ぐらい経ってから気を使うようになり始めたかなっていうところですね。で一番マックスに体重があったのが2019年の5月から減量を始めたので、5月の6日、こちらの写真がマックスにウエイトがありました。この時の体重が確か74、5キロだったかと思います。ということは約8キロぐらいの増量に成功したってことですね。まあ、この写真2つ並び比べてみるとサイズが大きくなってるのがわかるかと思います。でもういきなり飛びますが最後の写真ですね。これが2019年の8月24日。こちらの写真がまあいわば減量も終わって今年の、まあ、マックスに仕上がってるっていうかなんていうかなんですけど、まあ一番いい状態の写真ですね。この時の体重は67キロぐらいですね。66から74に増やしてまた67に減ったっていう感じですね。ちなみに今の体重は68キロぐらいです。で最初の写真と1年後の写真を並べるとこんな感じですね。いかがでしょうか。いやだいぶ日焼けとかもして、まあ、いい感じに見えると思うんですけど、まあ、全体的に見ても、うん、かっこいい体になってるんじゃないでしょうか。まあね、今年もあと90、11、12、4ヶ月で終わりますが、今年と、まあ、来年の1、2、3月ぐらいまで増量をして、まあ、また来年の夏に減量して、またね、サイズをでかくして、かっこいい体を、さらにかっこいい体を作ろうと思っています。はい、こんな感じで、まあ、1年の区切りということでね、この動画を作りました。まあ、1年続けてみて、まあ、筋トレっていうものが僕の中でも習慣にすることができたので、まあ、今では、まあ、僕の中で今一番の趣味は筋トレになってますね。はい、また要望があったりすれば、食事だったりとか筋トレだったりとかの動画も作りたいと思っています。僕の体がかっこよかったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の動画はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。